いけるもんはじゃねえよ聞いてねえわはい、お疲れ様でした。どうも、SOT ミナスです。カメラマンキヨさんと、ゴルフ大好きユーパパさんね、侍勝利を収めた、キヨさんとね対決勝利を収めた侍の、今日はですねセッティングを見ていきたいなと思います。あ、一応おさらいしておきますか。ユーパパさんゴルフ歴は、どれくらいですか。10年以上やってますね。10年以上やってる、はい。で実質多分すごく濃厚にやってるのは多分3、4年かしら、ね、うん、まあこう、ね、ガチでやり始めたよね。はい、そうですね、で、はい、アベレージスコアが95とかじゃないですか。上下入れて、うん、多分そう思います、うん。ちなみに今日はね、マッチプレーでしたけど、結果89台できっちり回ってますからね、はい、対決の中で、まあ、ということで、はい、そんなユーババさんのクラブセッティング見ていきましょう、はい。なんかおしゃれなね、なんかおしゃれなね、バッグですね。あんま見たことないな、これ。これはあれなんですよね、Gコープスって言って、あれなんですよ、この2 in 1なんですよね。ああ、なるほどね。セカンドキャリーもう俺はこれね、ああ、なるほどなるほど、グリーン周りの一体化できると、うん、ドライバー2本なんですね。あ、なるほど、2本体制と、はい。じゃあまあエースはこっちですか。エースはこれです ね、 はい、水野の JPXE3 ですね。 JPXE3 なんかね、あのフェースがちょっとこうデザインが入ってね、うん、なんか、うん、なんかこう炎と、なんか中がルルーシュみたいな、なんか歌舞伎みたいだね。歌舞伎みたいな、確かに。ああ、そういう見方もできる、うんうん。で、ロフトが、あ、9.5 度、うんうん。でね、これ結構いろいろ幅広く、7.5 から、うん、11.5 までいける、うん、すごい、ね。で、あとこのアップライト設定っていうのもで、うん、U がアップライト 10.5 アップライト、うん、まあなんかいろいろできると、いろいろできる中で 9.5 度にしてますよと、はい。でウェイトもね、ここあの可変ウェイトがついてますと、うん、結構いろいろカスタム可能な、うん、ドライバーですと。で、はい、は何シャフトですか、これは。ジオテックゴルフっていうところの、ジオテック、はい、RF エボっていうプロトタイプっていうやつで、ね、先調子ですね。あ、そうなんだ、うん。結構これこだわりのなんか、いや、こだわりっていうか、もう多分もともとドスライサーなんで、はいはいはい、ちょっと捕まえる、捕まえるために先がちょっと動く系で、はい、まあ、結構動いてくれる系のあれですよね、はいはい。ミート率上げるためにだと思うんですけど、多分すんげえ短く持ってますね、うん。なるほどなるほど、はい。グリップは、カデロ、はい、カデロね、がこちらがエースと。まあ今日はこっちしか使ってないですよね、ドライバーね。そうですね。それとあとでもそっちは実は言うと、これも、はい、同じシャフトが刺さってます。で、ヘッドが、ピン G400 マックス、マックス G400 マックス、そうなんですよ、はい。9度ロフトが9度、ピンのシャフトはもう1個あるんですよ。なるほどね。なんすかこれ、見たことありますね。いい感じの、見たこと、いい感じの、どこのやつですか、ね、なんだこれ、バチ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 とバチとラーテルフィールソーグッド、あら、ふざけた名前だなんだこのシャフトは、素晴らしいシャフトだと思いますで、ドライバーの下が 3U ですね。 3U、 あ、こちらですか、はい。タイトリスト816ですね、これ。816 H2 19度、 3U ですね、うん、これね、19度ね。816、うん、ポジションは A1 で、通常のと、うん、これいいですよね。あの、僕もこれ使ってたことあります。今日はあんま使ってないですか。今日は使ってないですね。あの、ティーショットとかで使う時があります、ね。あ、なるほどね、はい。シャフトが、ツアー AD の HY ハイブリッドの 85S と、グリップだけ変えてあるんですね。そうですね、グリップは多分ほとんど統一したいからそれにしてますね、うん。なるほど、これは何ヤードぐらいのイメージで、それは多分どうでしょうね、多分200いくかいかないかぐらい、うん、だと思います。だ、ちなみにドライバーだと大体飛距離どれぐらいで見てやりますか。はい、210ぐらいですね。210ぐらい全然飛ばないですよね。いやいや、でも本当に安定してそれぐらいで、当たるとまあ230ぐらいっていうかなって感じのだったんで、はい、うん、でもあの、そこでね、安定してるっていうのが僕は素晴らしいなと思いました。で、そこからのね、グリーン周りも上手だったから、うん、これ4U ですね。4U、はい。ツアー B の AXDH
うん、4U 24度、はい、ちょっと開いてますね。そうですね。これは何ヤードぐらいの感じ？これはだいたい180とかぐらいなんですね。まあ、ちゃんと当たればってことですね。なるほど。ちゃんと当たれば180ぐらいかなっていう感じですね。これシャフトは、はい、モーダス105スチールだ。スチール、そうですね。モーダス105の、S と、はいはい、はい、ですね。まあ、これはどちらかというとアイアンの流れに合わせた感じの。そうですね、はい。結構ね、俺なんかこうメーカーね、あの全部揃えてる人は揃えてる人であのいいなって思うんですけど、結構バラバラに使ってる人はあのなんかそれぞれのこだわりを感じて、僕はなんかすごいおしゃれだなって感じです。本当ですか、はい、嬉しいですね、ありがとうございます。したら次アイアンですか。アイアン、はい、5番からピッチングまでで、はい、スリクソン、ね、スリクソン、Z565 名機でございますよこれ。うんうん、ね、ポケットキャビティの Z シリーズの、はい、565なんで3世代前ぐらいのかな。そうですね、うん、でもねこの5シリーズはね、うん、結構使ってる人多くて、はい、僕最初 Z765 を最初買いました。一番初めてのアイアン、うん、でも難しかったです。だこれにしとけばもしかしたら今でもこれを使っていたかもなっていうぐらい、このあの打たせてもらったこともあるんですけど、すごいいいんですよやっぱりスイクソンね。この特徴、アイアン特徴といえばこの V,、ね、この V 型ソールね、ここがね、山、うん、山になってる、うん、これめちゃくちゃ抜けがいい。こちらさっきのねハイブリッドと同じツアー105の、モダスの105のフレックス S と、うん、が、5から P まで入ってるってことですね。そうですね、はい、ちなみに5番で何ヤードぐらいですか？5番で多分飛んで170ぐらいなんで、はい、でじゃあそこから10ヤードごと刻みってですね、でピッチングで120ぐらいかな、はいはい、そうですね。なるほど。で、その下がウェッジですね。はい、こちら2本ですか。はい、出ました。出ました。ボケ SM8 スピンミルド8でございますね。の、ハイバースですね。50度の F、56も F。そうですね。バンス角が12度、14度と。F ぐらいのってね、ここは全部。そうそう、落としてないやつですね、あんまりね。だからあんまりこう開いたりとかはせずに、うん、結構こう素直に使ってって感じですよね。そうですね、まあ、確かにランニングアプローチお上手なんで、あのそこの距離感とか合わせるためにはあんまりここがねバウンスが削れてたりすると、うん、ちょっとあの抜けが良くなりすぎちゃったりするんで、これはまあ新しいのもあってだと思いますけど、スピンはもうギャンギャンに入ってました今日、うんうん、すごい良かった。で、こちらが、純正ですね、冒険の。そうですね、SM8 のウェッジフレックスっていうね、こう純正シャフト、純正シャフトだけどなんかダイナミックゴールドに近い、うん、そうですよね、DG系の S200 に近いような、うん、だったと思います。で結構グリップ全体的にこの太めのミッドサイズを使われてるんですね、スタンダードか。そうですね、スタンダード CP2 プロのスタンダード、はい、でもちょっと太めなんですよ ね、 これね、太めなんですね。全部アイアンとかもそうですね。全部そうですね。なるほど。ドライバー以外が多分全部そうです。あ、そうなの、はい、結構ピッチングとか転がし系のアプローチの方はこういうねハイバンスモデルとかね、まああとフルショットでもねこういうのはちっくりしにくくていいなと思いますんで ね、オデッセイストロークラボのちょっと特徴的かもしれない、ね、これね、こっちから見るとまあ変わってるなと思って、角なんですけどね、なんとこっちから見ると確かにこれネックがね、うん、後ろについてるんですよ。そうなんですよ、これ結構うん、珍しいですね。珍しいよね。ビッグセブンになる、普通の7番じゃないですねこの角。そうなんですよね、すごいですねこれ。これはもう本当いろいろ打ってって感じですか。そうですね、本当はなんかスコッティキャメロン使ってたんですよ。あ、そうなんだ。でもスコッティキャメロンが34インチなんですけど、はい、俺の身長からしたら長いんですよ。なるほど。でこれ33インチなんですよ。33で多分打ち方も多分あると思うんですけど、これにしてからパターが良くなったんですよね。あ、そうなんだ。あ、結構そうっすね。なるほど。マレットにして後ろがついてる、あの後ろ側にネックがついてることで どういうミスが多かったんですか今までは。こう引っ掛けたりとか、はい、そうですよね、そうそうそう、そういうのが多かったのがあのくるんっていかないんで、そうすごいわ、綺麗にまっすぐ行ってまっすぐまっすぐ引いてまっすぐ出すっていうのがやりやすい感じなんですかね。こだわりがありますねこれね。ちょっと入れづらいです。入れ方もね、はい、入れ方もこっちから入れるんでね。そうなんですよ、珍しい特殊な。キャディーさん大体毎回逆に入れる、逆に入れますね、普通はね、はい、
なるほど。で、はい、ちょっとじゃあボールいいですか最後に。あ、ボールですか、うん、ボールはですね、実は俺あんまり実はボールにこだわりがないんですよ。あ、まあでも全然ね、はい、おー来ました、 TP5 ね、5ピースのテーラーメイドのこちらですね。もうこれいいですよね。あ、もう線引いてある。そうなんですよ。これここぞで使うんですか。あ、そうなんですよ。ここぞとか、それこそメンバーシップで。キヨさんこれ、やばいですよ、今日使ってないよ。キヨさん今日ね、ここぞだと思われてない。違うんですよ。違う、アスリート界とかで使おうと思ってるんですよ。あ、なるほどね。あ、フルバックとかで。確かにそういうのね。そう、確かにね。なるほどなるほど。まあでもここぞじゃなかった時。いやいや、ここ、いやここここぞだよ。途中で気づいたけど、割れたボール使ってやがったから。確かにそう、うん、あ、これ割れてると言ってね。残り1ホールぐらいの時にね、うん、結構ね、TP5 はなんかこう、年によって、結構評価分かれるところがあるんですよね。うん、だからなんかいろんな年のやつ、使ってみるといいかもしれないです。2021年のとか、2020年のとかね。ありがとうございます。はい、なんか、あと、皆さんに見せておきたいものありますか？見せておきたいものっていうのは、特には多分今はないかもしれないですね。ちょっと放送できるものは入ってないですか？そう、あ、で、あと、あれですね、練習するときに、これ100円キーツなんですけど、100均、はい、100均でこういうのが売ってるんですよ。スマホスタンド、はい、で、これにいつも三脚とか結構俺、めんどくさがり屋なんでやんないんで、基本的にここに携帯を挟んで、で、この、わ、このへゴムでね、そう、娘からもらったヘアゴムでこう、これを固定して、はいはいはい、で、自分のスイングを取って練習してます。固定すんの、それいいっすね。そうそうそう、これが一番こう、畳んで、確かにそうそう、結構おすすめかなっていう。それいいっすね。そうなんです、そうです。ちょっと今度見てみます。ダイソーダイソーさんで売ってます。はい、ということでですね、はい、ゆうパパさんの、まあ、アベレージ90半ばぐらいの、方のセッティングということでご紹介させていただきました。今回ね、侍として勝利を収められた、ゆうパパさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。マイケル・ムーアじゃねえよ。